幾多の困難を乗り越えてついにコアラップ王女の消息を突き止めたホボス。そして彼らは答えを探す。第15話、新しい時代。Thank you.
王女様のだな。お前、王女様をどこへやった。なんてワンパターン。いいのかこんなんで。私が喋ると思って。ええ、喋るな。喋らなくてもいいから、俺が体に直接聞いてやる。王女は、王女はこの中よ。この小屋の中に地下洞窟の入り口があって、その奥でハインバ博士と一緒にいるわ。喋るなと言ってんのに。だが他にも聞きたいことはいっぱいあるぞ。歳は？スリーサイズは？肌は持ち肌か？あはは、いや、喋らなくていいからな、直接体に。とっとと行くよ。いじじじ、おじあじ、おい、だから、持ち肌か、おい、サメ肌。
支配せよ世界を。ダメだ、完全に行っちまってる。どうしたんだ一体。ここは誰？私はどこ？生贄を捧げよ、心を捧げよ。王女様！この野郎！王女様、お怪我はありませんか？私は大丈夫です。そなたの名は？僕はアンサーと言います。あっちで犯人を殴っているのがポチで、もう一人がフォボスです。アンサー、礼を言います。ありがとう。そんな、礼だなんて、当たり前のことをしただけです。見つめ合って動かないよ。二人ともこのままキスしたり、暗がり行って湿り気のあるようなことするんじゃないよな、これな。ところでフォーボス、お前一応主人公だよな。どう考えても食われちまってるぜ、アンサーに。これじゃ人気投票危ねえぞ。まだ見つめ合ってるよ、あの二人。おい、色男、アンサー、帰るぞ。へえ、勝手にやってろもん。アンサーよ、よく王女を助けてくれた。なんなりと褒美を取らそう。さあ、何が望みじゃ。僕は褒美なんていりません。何か欲しくて王女様を助けたわけじゃありません。ただポチがお腹を空かせているので、骨付きの肉を少しください。俺は欲しいもんがいっぱいあるぞ。金に、女に、酒に、ほんで休みと睡眠と、そうだな、あとカレーナンバーも食いてしょ。ポチ、なんか違うよ。そうか、つい字が出ちまったかな。あ、ただ一つだけお願いが。なんじゃ、申してみよう。王女様に会いに来てもいいですか？なりませんぞ、王様。このような下賤なる者に宮廷に出入りされては、王家としての面目が保てませぬ。ポチ、それセリフ違う。それ大臣のセリフ。ああ、つい間違えちまった。なんか悔しいし。父上、私からもお願いします。アンサー殿は、私を命がけで救ってくれたのです。父上、どうかお願いします。俺だってフォボスだって命がけだったんだぜ。まあ一番張り切ってたのは確かにアンサーだけどさ。ポチ、その賢者が。アンサーよ、コアラップを呼びにもらってくれぬか。コアラップは囚われの身より解放されて以来、ずっとお主の名を口にしておる。これでは別れさせたら恨まれてしまいそうでの。どうか一緒になってやってはくれぬか。さすれば世がアロマに持つわずかばかりの土地を進呈しよう。そんなもったいない。ありがとうございます、父上。結局勇者アンサー様は土地と女を手に入れましたってわけだ。うらやまにしいの気だぜ。ああ、わかっておる。ポチ殿には骨付き肉を取らそう。ちょっと、なんでアンサーが年と女でこの俺様が骨付き肉なんだよ。あんたら税金で食ってんだからさ、もうちょっといいよ。コーチ、あまり失礼なこと言わないでよ。しゃあねえな。フォボス殿は何か所望のものはないのか。最近の若い者は本当に欲がないの。うまいものを食べたいとか贅沢したいとか考えるのか。僕は普通にご飯が食べられて、そばに大好きな友達がいてくれればそれで幸せです。ああ、王女様がいてくれたらもっと幸せかも。仲良きことは良きことじゃな。幸せを祈っとるぞ。ありがとうございます、王様。それでは失礼いたします。
ところでよ、その博士はどうすんだ？地下牢にでも入れておきましょう。正気が戻ったら聞きたいことがありますから。生贄を！うわあ！へい！お逃げください！こいつがあのジジイを操っていたのか。さすが姫を救ってくれた勇士たちじゃ。まこと、あっぱれな戦いぶりであった。
これでは姫が惚れるのも無理はない。お前は誰か、クイズを引っ捕らえ。わしを、わし何かしましたかな。どうやら正気に戻ったらしいな。お前にはいろいろ聞くことがある、覚悟しとれ。えへ、こやつを連れて行け。ではアンサーよ、コアラップは支度が済み次第そちの家に向かわせよう。頼んだぞ我が新しき息子よ。それでは失礼します、王様。ロボス、これからどうする？ロボス、いくつかお話があるのですが、未来の私から詳しいことは聞きました。フォボスさんは未来の世界での唯一の風使いとのことですね。そしてそれがゆえあなたを狙う人と戦わねばならないのです。私たち風は風使いと共に生きています。風使いと共に歩むことで楽しみと苦しみを分かち合い生きる喜びとしています。風使いがいなくなれば私たちの喜びは半減します。フォボス、どうかあなたの時代で強く生きてください。共にいる他の風もあなたの時代ではあなたと共に歩むことを望む。多分フォボスの時代では他の風は赤の風と同様にどこかで動けなくなっているのでしょう。もしあなたが戒めを解いてくれるなら協力することをお約束します。みんなあなたに未来で会えることを心待ちにしています。よかったね、みんなと友達になれて。風使いのアンサーという王様にも会えたし、風の話も聞けたし、フォボスがここに来た目的は果たせたわけだな。よかったなフォボス。おお。恐竜の友達までできたし、帰ったらみんなに自慢できるぞ。フォボス、これは未来の最後の風使い、そして全ての風を集めうる唯一の希望。
あなたがこの地に生まれ来た時、あなたを感じ捕らえられるよう、私はこのアロマの地にてあなただけを待っていることにしましょう。そして数百年の時を超え、フォボス、あなたの時代であなたの目覚めを導きましょう。風が、人々が自由に生きる未来を作るために。おい、アンサー、羨ましいぞ。あんな可愛い王女様と、まあ、湿り気のある雰囲気で見つめ合っちゃってよ、手つないじゃったりして。ちょっと役得かな。ポチさん、アンサーさん、間違えちゃった。アンサーさん、ポチさん、どうもお疲れ様でした。いえいえ、皆さんこそ、お疲れ様です。ま、俺たちがいなくなっても、頑張ってくれよな。次回は、久しぶりにフォボスの時代で話が進むんだよね。ええ、私のおばあさんのお話です。というわけで、次回第16話、おばあさんの記憶。風よ、命よ。